はい、こんばんは、ハルケです。今回は SBC 選手優先度テアリストになります。まあ今作れる SBC 選手の中でですね、どの選手を優先して作るべきかどうかというものが、わかるものになってます。で、一応まあ評価基準としてはですね、その選手自体の強さっていうのは、もちろんあるんですけれども、 SBC ということで価格面ですね、コスパ面だったりとか、あとは使い続けないと、まあ、ちょっとこうもったいない感じにはなってしまうので、こう使い続けられるロマンさみたいな、ところも、まあ、総合的に評価をしてティアリストにまとめました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが SBC 選手優先度ティアリストになります。まあ今週はですね、この6名が来たというふうなことで、C には誰も入れてないというふうなことで、B ですね。B はリームですね。リーム。まあ、フラムのセンターバックにはなるんですけれども、まあ、一つの、こう、大きな原因、まあ、B になった理由としては、ケミですね。ケミ的なところがちょっと難しくて、使い続けるのはなかなか難しい。でも、まあ、プレミアだから、まあ、いけなくはないのかなというふうには、思いますし、価格もかなり安いので、悪くはないんですけれども、まあ、個人的には、こう、ずっと使い続けるみたいなのは、ちょっと難しいのかな。レベルアップチーム2も、来ますし、その後もね、一番最後には多分おそらくフッティーズも待ってる中で、まあ、ずっと使い続けるってのはちょっと難しい選手にはなるのかなっていうふうには思います。まあ、ですけどかなり安かったりも、するので、まあ、C ほどではないのかなと、いうふうに感じつつ、今回この選手は B にしたと、いうふうなとこですね。で、そして A です。A は比較的作った方がいいみたいな、選手なんですけれども、まずはレベルアップ92のスターリングですね。そして、プレイヤーモーメントの、マクアリスタ、リバプールに変更をされてる、この2人ですね。まあ、スターリングに関しては値段も安くて、まあ、非常にドリブルがしやすい、そんなアタッカーなんですけれども、95を取るのがめんどくさすぎるっていう、ところで、まあ、ちょっとそこがネックかなと、いうふうに思います。で、この92のままだったら、あんまり強くない。今の環境の中で、前線の中でいくとあんまり強くは、ないので、95を取るためのこの92としての考えっていうのもあるので、その中でこのスターリングを使って20試合やったかな、25試合かな、多分確か。なんでそれをやるのはかなりめんどくさい。20試合っていうのはなかなか難しいし、で、かといって95のスターリングもスターリングで、むっちゃ本当にトップメタかって言われると、そこまでかなというふうにも、感じるので、まあ、なかなか一番上には上げられなかったなっていうふうには思います。悪くはないんだけれども、まあ、ちょっとこう95へのめんどくささ、大変さ、っていうのも、まあ、相まってくると、ここかなというふうに感じます。で、そしてマカリスターですね。プレイヤーモーメントできました。まあ、マカリスターに関してはリバプールになったことによって、ブライトンの時よりも、まあ、まだ、君的には組みやすくなったのかなというふうに思います。まあ、人気な選手ですし、まあ、早く特集を待ち望んでいた方っていうのは、一定数おられるのかなというふうに思います。まあ、スキル5にもなってますし、まあ、逆足もかな、4にもなってますし、非常に強化をされた、選手ではあるんですけれども、個人的にはこの選手もめちゃくちゃトップメタかと言われたらそこまでではないかなっていうふうに思います。めちゃくちゃドリブル軽くてしやすくて、もう非常に素晴らしい、選手ではあるんですけれども、やっぱり中盤の選手っていうのは、前線とか同様、競争率が激しくて強い選手って多い中で、そういう選手たちを超えていくほどの強さっていうのは自分的にはあまり感じなかったかなっていうのは思います。で、まあ値段的にも20万ちょっとぐらいで作れて、まあ、めっちゃ高いってわけじゃないんですけど、まあ決して安くもない値段設定にはなるので、まあ今回というか、まあこの選手がもっと強ければよかったなっていう風な若干の後悔もありつつ、まあ評価するならこの A かなというふうには思います。まあ作ってもいい
かなっていうふうに思うんですけれども、でもちょっと高かったりとか、うん、するよっていうふうな感じですね。で、そして最後 S ですね。 S はフラッシュバックのオーバメアン、そしてレベルアップ91のシルディリア、で、そして92のレベルアップサバニエル、この3名を入れました。まあ、オバメに関しては今週来た SBC の中では一番高い選手になりますね。30万ちょっとぐらいかな、というふうに思います。まあ、ですけどレベルアップの93のベルナーがですね、50万ぐらい、するということを考えると、まだ値段は安いのかなというふうに思います。30万という値段だけ考えると高い、かもしれないんですけど、同じようなタイプの選手がそれより高いので、まあ、コスパ的にはそこまで悪くはないのかなと思います。そして ST としての決定力、そして速さっていうのを兼ね備えつつですね、さらにパスも若干は出せるようになったと、そんな選手になります。そこまで上手いっていうわけではないですけど、まだマシになったなというふうなとこ、あとはスキルがね、5にもなっているので、まあ、前線でスキル5が欲しいっていう方はめちゃくちゃありなんかなというふうに思いますね。で、やっぱりフィジカルも強くて身長も大きいので、そこまですぐに体負けしないというふうなところも、まあ、いいポイントかなと思います。ケミ的にもね、チェルシーの選手がね、今カンテとかフェリックスとか、うん、まあ、クリバリとかもかな、強い選手がそれぞれ、まあ、出てきてはいるので、そこまでめちゃくちゃ組みづらいっていうことも、うん、ないのかなというふうにも感じるので、まあ、相対的にプラスの要素っていうのが多い選手にはなるので、まあ、これは作るべきと言っていい、ほどの評価かなというふうに思いますね。で、そして91のレベルアップシルディリアですね。シルディリア、まあ、この選手ブンデスで、右サイドバックか、フランス人の右サイドバック、まずケミ的には結構、まあ、貴重というか、フランス人のサイドバックって結構貴重で、かつ LB は結構いいね選手いるんですけど、右サイドバックってなかなかいなくて、ブンデスのチームっていうのは難しいですけど、フランスってところが、うん、いいポイントかなというふうに思います。で、かつ値段もめちゃくちゃ安いし、あとは93を取るのも比較的簡単で、かつ93も非常にこう使い勝手がいい、そんな選手にはなるので、能力も高くて普通に強いんで自分使ってますけど、なんでその中でいくと結構これは作った方がいいんじゃないかなというふうに自分は思います。まあ、そこまで、うん、5試合はかかりますけど苦になるほどではなかったので、まあ普通に値段も安くて91と93が取れるんだったら2万ぐらいなんですね。2万ぐらいで91と93が取れるんだったらめちゃくちゃありで、まあ今後の SBC の素材としても91っていうのを溶かせますし、まあ、本当に、うん、マイナスの要素がほぼない、選手にはなるので、シルディアは作るべきかな、作っといた方がいいかな、作って93もやるべきかなっていうふうには思います。で、そして92のレベルアップサバニエルですね。サバニエル、まあサバニエルに関してはこの92のままだと、まあちょっと物足りないかなっていうふうには思うんですけど、94かな、目標のゲットできる、目標でゲットできる選手、この強化されたサバニエルは55にもなっていて能力も非常に強いので、この92を解いて、まあ、使うっていう感じじゃないです。またちょっとなんか別の目標なんですけど、94を頑張って取るという、ことがいいと、うん、いうふうに思います。まあ、この選手もちょっとスターリング同様、この92のままだとちょっと物足りないけど、スターリングほど難しいわけではないんで、このサバニエル難しいか、めんどくさいわけではないんで、その中でいくとやっぱり55の94で強くなったサバニエルっていうのを取るための92として、うん、まあ SBC 解いてゲットするのがいいかなと、うん、いうふうに思いますね。で、この選手も値段安いんで、で、その94も見据えた時に、うん、まあ、多分6万ぐらい作れるんですけど、6万でやっぱり55の強いサバニエル使えるっていうのは、うん、かなりありかなというふうにも感じるので、ちょっとこの92番のサバニエルっていうのは作るべきかなというふうに思います。まあ、という感じで、これが SBC 選手優先度ティアリストになります。まあ、またですね、時間が経てば、やりたいなというふうに思います。
それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。